次の学校は東北ブロック代表福島県立朝霞黎明高等学校です。全国コンクールには7年連続18回目の出場となります。それでは VTR をご覧いただきましょう。どうぞ。郡山市の福島県立朝霞黎明高校です。この春朝霞女子高校が共学になり名前が変わりました。合唱部はこれまで全国コンクールに17回出場し10回金賞を受賞しています。合唱部員は現在113人。しっかり出る。で、それでピアノにしっかり落としてみてください。人の入りがちょっと急いじゃう。練習のスケジュールや内容はすべて部員たちで決めています。それが合唱部の伝統です。そこのリズム徹底してやってみてください。生徒自身たちがこう自主的に練習をするというか、こう受け身ではなく自分たちでやるっていうのがすごい、そういう結果につながってると思います。じゃあやってみますか。お願いします。先生が指揮を取るのは週2回。生徒の練習の成果をより美しいハーモニーに仕上げていきます。自分なりの表現を模索していくということを、それを生徒と一緒に挑戦していきたいと思っています。7年連続11回目の金賞を狙います。それでは福島県立朝霞黎明高等学校の演奏です。まずは課題曲今日の日に。指揮は星英一先生、ピアノは2年生の浅田恵子さんです。Thank you.
福島県立朝霞黎明高等学校の課題曲の演奏でした。